ペロミクサメはミトコンドリアをかき焼けできないし、微光期的環境に適応したアメーバ様生物からなる目。淡水環境の堆積物中で自由生活を送るものが多いが、動物の長官に寄生するものも含まれている。2013年の時点で9族248種が知られている。典型的には弁毛を持った自由生活性アメーバで、細胞質が透明なことが、 特徴的である。弁網装置が体にならず、基部に塩水状に配列した微小管が付属している。古典的には、肉質中アモン洋上加速光無核アメーバー庫に所属していた。分子系統解析に基づきアメーバ動物門、アーケアメーバズナの所属となっている。ペロミクサメの海分類として安定的に受け入れられているのは、 ペロミクサカとマスチゴアメーバカの2科で、これに加えて、分子系統解析に基づき独立させられた、ライズマスティキシダカがある。ペロミクサカとマスチゴアメーバカの形態的特徴を兼ね備えるものとして、トライヒャレマスデイカが設立されているが、分子情報がなく、一致不詳である。かつてエントアメーバカを含めることもあったが、分子系統解析によれば、エントアメーバカは、 ペロミクサ目には含まれない。またかつてのエントアメーバカのうち、一部をエンドリマシデイカとして含めることもあるが、分子系統解析によればこれらは、マスチゴアメーバカの内部に含まれる。ペロミクサ目は1976年にペロミクサ1、属のみを含む分類群として設立されたが、1988年に、弁合などの電子顕微鏡観察に基づき、 マスチゴアメーバ類を含めるようになった。この二軍の禁煙性は1875年とかなり、古くから指摘されている。一方で、トーマス・キャバリエ・スミスはミトコンドリアを持たない、アメーバという共通性から、1983年にアーケアメーバとしてまとめて取り扱った。アーケアメーバ類にはさらにエントアメーバ化が含められているが、エントアメーバ化と、 ペロミクサムとの系統関係は長い間明確にならなかった。そもそも何がアーケアメーバ類に含まれるのかがかなり流動的で、エントアメーバ化が外された時期もあること、また古典的にはエントアメーバ化だと考えられていた。寄生性の生物が分子系統解析によってマスチゴアメーバ化に移され、さらにエントアメーバ化自体がペロミクサムに含まれている。 可能性まで示唆されていたことなどの問題が挙げられる。その間、アーケアメーバ類とペロミクサメとは同義語と捉えられることも多かった。分子情報の蓄積と解析手法の洗練が進み、2016年にエントアメーバ化はペロミクサ目には含まれないことが明確になり、この両者がアーケアメーバズナに所属するという形で整理がなされている。ありがとうございます。